よいしょ。お疲れです。今日ですね、2本目動画撮ってみようかなと思います。たまにはね、この夕方の今ね3時半ぐらいなんですけど、この巡行の長峰さんをねお送りしようかなと思います。見て、珍しいんじゃないですか、このいつもね朝撮ってるから後ろから日が当たる感じなんですけど、まあ、朝早い時は日すら上がってないんですけど、今はね巡行で向こうから日が当たってる感じで、このフェンスとね金網と そこに置いてる盆栽のシルエットがねこんな感じで映ってますけど、こういう T シャツ作ったら売れるんじゃないかな、こういうトレーナーねかっこいいかどうかは別としてね、まあ、たまにはねこういう時間帯の動画でも撮ってみようかなと思って、本日2本目やっております。で早速やるのはこいつ、じゃじゃ、黒松でございます。黒松、こいつねちょっとね針金かけて静止してみようかなと思います。黒松の静止はね2回目、正直うまくいくか分かんないです。どこまでかっこよくなるかも分かんないです。もしかしたらミスって枝ボロボロ折れてダメになっちゃうかもしれない。まあそんなドキドキ感を味わいながらこいつ静止やってみようかなと思います。でこいつね一応黒松なんですけど、おそらくですよ、錦松なんじゃないかな、接ぎ木の見えるかな、ピント合わないね。この辺の幹の荒れ方が錦松っぽいんですよね。でその盆栽園さんは接ぎ木の錦松いっぱい置いてるところなんで、こいつもしかしたら黒松として売られてたんですけど錦松なんじゃないかなとかもちょっと思ってます。まあそんなことはさておき、一応ね黒松、錦松疑惑の黒松ということでこいつを早速やっていくんですけど、まずね黒ポット、来年これ植え替えるんでもう黒ポットね縁落としちゃいます。縁落として姿が見やすいようにしちゃいます。なんかねこうするとちょっと見栄えが良くなるんですよね。あと足元が見えるんでちょっと作業がしやすい、こんな感じで、こんな感じの錦松でございます。で軽く掃除します、軽くね、はい、足元掃除完了ということで、早速まずはね針金ちゃちゃちゃっと巻いていきます。何ミリぐらいかな、このくらいの枝の太さって2ミリだと太い気がするんですよね。だから一応 1.5 を持ってきたんですけど、 1.5 1.5 持ってきたんで一応 1.5 で1回巻いてみようかなと思います。いくぜ、果たしてねうまくいくのか。黒松は1回だけねやったことあるんですよ、この動画にもしたんですけど、ヤフオクで黒松を落として到着した瞬間に過去開封してその場で見て、その場でこの開削する案を決定してバーって開削してそのままヤフオクで転売するっていう、まあ、転売というか一回自分のものにして遊んだ上でこのもう一回ヤフオクに出してみるっていう動画をやってみたんですけど、その時はね結構うまくいったんですよね。3000円、確かね儲けが1000円ぐらいあったんです。あれちょっと楽しかったな、個人的には好きな動画でしたね。じゃあ早速巻いていきましょうか。むず、どこ通せばいいんだろう。早速難題、雑木だとねまあ、こことここでやればいいかなってなんとなくパッて分かるんですけど、これちょっと難しいですね。あとね松柏って葉っぱが落ちないじゃないですか、冬になっても。それがね針金かけづらくて嫌なんですよね。この雑木とかね、この落葉後の感じの姿だと
ハイパーかけやすいですからね、これに比べると。まあまあ言っても枝少ないんでなんとかなるかな。ここ台欲しいわ。ここでこうやって作業したい。台が欲しいけどないので諦めて地道に巻いていきます。わかります？これ空中戦なんですよ。本当はね、こう台に置いてしっかり座ってこうじっくりやるんですけど、これ動画撮りながらなんで結構空中戦なんですよ。だからシックハックしつつも巻いていきますよ。そんなこと言ってらんないんでね。多分ね、クロマツの中ではこいつは難易度低い方かな。もっともっと枝が混んでるクロマツとかもあると思うんで、そういうやつに比べればまだまだ序の口だろうと勝手に想像してます。ダメだ、ごめん、奥、やっぱり。とりあえず一箇所だけ巻いてみました。この枝とこの枝、こっちから見たらいいか。この枝とこの枝、この2本ね、巻いてみました。ちょっとこんな感じで残りの全枝ちゃちゃちゃかけてみたいと。ちょちょちょっと針金かけていきます。はいよー、針金巻き終わりました。よいしょー。てか受けるね、引いくれためっちゃ時間かかった。一応ね、針金全部巻き終わりました。こんな感じでどうでしょう。でこっから精子、枝をねちょっとずつ動かしていきたいと思います。やっとここまで来た。一部ね導線とか使ったりして、初めての導線ね使ってみてちょっと遊んでみました。でちょっとね針がねちょっとクククッと動かしてみたいと思います。はい、完了でございます。こんな感じどうすかね。まあまあまあこんなもんでしょう。で一旦もともと生えてた状態、枝の伸び方から枝の向きを変えてるんで、どうしてもこういう、いらない方向に向いてる葉っぱ、例えばこの下の葉っぱとかこの飛び出てる部分、そういうところあるんですけど、これはまた来年の芽が伸びてそれ切り戻してとか、そういうのを繰り返していくと少しずつねこの 上向きに全部揃ってくると思うんで、一旦ねこのバラバラボサボサ感は触らず放置、少しでもね葉っぱを多く残して春までの元気をねつけてもらわないといけないんで、葉をねこっから整理するっていうことはせず、このまま一旦放置しようかなと思っています。葉は減らさずに春を迎えさせる、これなんか難しいですね。やっぱクロマツ、人生2回目のクロマツ生死だったんですけど、まあ針金、ね、全部の枝に針金巻いて生死するっていうのはこれが初めてですね。でこんな感じに仕上がりましたと。こうか、まあまあまあ一応ね枝は振ってたんで、ここから、さっきも言ったんですけど育って切って育って切ってっていうのを繰り返していけば少しは見れるようになるかな。果たしてどうでしょう。遠くから見たらなんとなく
よくないか。そんなことないか。なんかね、ビシッと決まった感じはしないんですけど、決まった、来たこれっていう感じにはなってないんだけど、まあ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 、こっからどう変わっていくかですね。で、また来年 目伸びてどういう成長の仕方するかというのも僕自身よく分かってないところがあるので、こっから先これはまあ育って目伸びて切って、でまたちょっと微調整したりとかっていうのを徐々に続けていくことで、こいつが形になっていくのかなと思うんで、一旦はこれでいいでしょうと、で後から微調整していくという感じで、黒松の接し終了でございます。初めて、今日ね2本目撮ってみたんですけど、ここからね夕飯までの間に、妻の方にね飯作ってもらってる間にちょっと動画編集ポチポチやって、急いであげたいと思います。よし、できた。よし、これで明日からの仕事頑張るそうです。これ時間かかるから早くやりたいなと思ってたんですよ。明日から仕事頑張りましょう。また明日の朝動画でお会いしましょう。バイバイ。Thank you.